ニューネクストホールディングスは今日、今年8月までの1年間の連結決算を発表し、売上高はおよそ18%増えた3,267億円、純利益はおよそ40%増えた153億円と増収増益でした。コンテンツ配信でバレーボールや格闘技などスポーツイベントの効果で会員がおよそ50万人増えたほか。 業務用システム事業で新紙幣の発行に伴う自動生産機の入れ替え需要が利益を押し上げました。